こんばんは。同じアロのトレーナー来てます。はい、今からハワイに行きます。めっちゃ久しぶりです。ハワイに行く理由は、今の家から引っ越しするので荷物とかの片付けと、友達が同じタイミングでハワイに行けるということなので、みんなでちょっと3日間だけなんですけど楽しみたいと思います。4日間か。え、でも3日じゃない？4日やん。4日、着いた日入れたら4日。リッキーの大好きなお兄ちゃんとお姉ちゃんも一緒に行くので、リッキーはめっちゃ楽しみにしてます。はい、では行ってきます。いつものラーメンです。この車で運転手のチャーリーさんが迎えに来てくれました。めっちゃでかいです。ワイキキに行ってみんなでランチします。イエーイ。では行ってきます。もうちょっとバタバタです。今一回戻ってきて着替えて、今からディナーに行きます。今日はハイズのステーキハウスに行きます。リッキー、ジャケット着ました。では8人でハイズに行っていきたいと思います。楽しみ。ハイズに来ました。今朝の5時過ぎです。今から5時半の朝一のヨガのクラスを受けに行きたいと思います。友達も受けるらしいので、一緒に行ってきたいと思います。まだ真っ暗なのでちょっと怖いんですけど、近いので行ってきます。パワーヨガが終わりました。5時半から45分のヨガスカルプトクラス受けてきたんですけど、結構疲れました。ちょっと寝不足なので、それがちょっときつかったです。今から戻ってシャワー浴びて、今日はクルージングに行くので準備したいと思います。シュノーケリングとかもできるみたいなので楽しみです。では帰って準備します。おはようございます。ハワイ2日目です。さっき朝ヨガ行ってきてシャワーして着替えました。今日は今からクルージングとシュノーケリングに行ってきたいと思います。はい、プライベートクルージングです。
では今朝7時半なんですけど、もうすぐ集合なので今から行ってきた、行ってきます。バイバイ。バイバイ。めっちゃ天気も最高じゃない？どうですか？これもう泳ぐもったいないですね。ちょっとドレスアップするタイプでしょ、これ。そうのアクティビティクルージング終わりました。めっちゃ楽しかったです。かなり豪華だったので楽しかったです。では今からワイキキにお買い物に行きたいと思います。アラモアナにも行きます。今ディナー前にデックにお茶に来ました。この奥にはダイヤモンドヘッドが見えます。こちらでディナーです。スパニッシュです。おはようございます。今日はハワイ3日目です。今日も多分いいお天気だと思います。昨日はね、クルージングに行ったり、アラモアナやワイキキでショッピングしたり、昨日もね、フルで動いていたんですけど、今日は今から、今8時半なんですけど、リッキーと一緒に近くのカフェで朝ごはんを食べて、それから今日はどこ行くの？ココヘッド。ココヘッドに登りたいと思います。みんなでココヘッド登ってきます。ココヘッドって私、もう二度と登らないと思ってたんですけど、みんな行きたいということで。行ってきたいと思います。はい、その後はカエルアの方まで行きます。はい、では今日も楽しんで行きます。はい、バイバイ。今からココヘッドに行ってきます。リッキー、頑張れ。リッキーどうやった？
頑張ったリッケ、頑張ったな。しんどかった。頑張ったな。すごいやんけリッケ。登れた。登りました。ココヘッド。今日は朝からココヘッドに行ってめっちゃ疲れたね。めちゃくちゃ疲れました。もう本当にココヘッドは私一番結構しんどいと思ってます。ちょっと休憩して今からまたアラモアナに行ってきたいと思います。今日は最終日なので今からもう一回行ってきます。このホテル大好きです。かわいい。今アラモアナに行ってきました。なんとエルメスで買い物しちゃいました。めっちゃかわいいバッグがあったので買っちゃいました。友達にすごい珍しいストールがあったので、もうすぐお友達の誕生日なのでちょっとプレゼントに購入しました。では今からワイキキに行ってみんなと合流したいと思います。ちょっと雨が降ってきたかな。またこのバッグは後ほど紹介します。もう夕方なんですけど、夕方6時なんですけど、もうすぐサンセットですね。アラモアナとワイキキに行って一旦ディナー前に荷物を置きに帰ってきました。アラモアナでさっきも言ったんですけど、エルメスですっごい可愛いバッグを紹介いただいたので今回は購入しました。普段は珍しいものだけを購入するようにしてるんですけど、エルメスに関しては今回はすごい珍しい私の大好きなちっちゃいバッグを出していただいたので購入しちゃいました。もう箱とか袋とかは一切もういただかずに、このこれだけで、これと紙袋だけで持って帰ってきたんですけど、じゃじゃん、このミニボリードのオーストリッチを購入しました。めっちゃ可愛い。こんな感じでクリーム色です。これを今回エルメスで買いました。他には特に何も買っていません。では今から今回のハワイのラストのディナーにカハラホテルまで行ってきたいと思います。行ってきます。行ってきます。今日はカハラホテルのアランチーノで最後のディナーです。朝の5時過ぎなんですけど、今日は帰る日なんですけど、
今日も今から5時半からのコアパワーヨガを受けていきたいと思います。朝5時半からみんなで最後にコアパワーヨガに行って運動してきました。その後リッキーとプールとか行ったりして、今は朝の8時半過ぎなんですけど、もうすぐしたら空港に向かいます。ハワイ3日間だったんですけど、めちゃくちゃ充実してて楽しかったね。ちょっとハードだったんですけど、いろいろ行けて動けてめっちゃ楽しかったです。じゃあまた帰ったら切り替えて頑張りたいと思います。では今から空港に向かいます。